現在、脊椎の変形性関節症を止めたり進行を遅らせたりする実証された治療法はありませんが、痛みやその他の関連症状を軽減する治療法はあり、ほとんどの人にとってこの状態が衰弱することはありません。変形性脊椎関節症患者の中には痛みがほとんどないまたは全くないため、治療が必要ない場合もあります。治療が必要なほとんどの人は、運動、減量、禁煙などのライフスタイルの変更を組み合わせることで恩恵を受けます。変形性脊椎関節症の治療計画のほとんどは、痛みをコントロールし患者の機能能力を向上させることに重点を置いています。通常、炎症を抑えるために薬が使用され、それによって痛みやこわばりが軽減されます。最も重篤な場合にのみ、変形性関節症による痛みや障害を治療するために手術が必要になります。医師は脊椎の変形性関節症を脊椎関節炎、変形性関節症、または椎間関節の関節炎と呼ぶことがよくあります。脊椎関節炎は比較的一般的で、50歳以上の人に発生する可能性が最も高くなります。これは脊椎における進行中の変性プロセスを表しており、他の多くの変性脊椎疾患と関連している可能性があります。特に変形性関節症は脊椎の変性椎間板と関連しています。椎間板と椎間関節は両方とも同じ三関節複合体の一部であるため、椎間板変性症と変形性関節症は併発して発生することがよくあります。椎間板の変性により椎間関節に過度のストレスがかかり、時間が経つと椎間関節、椎間関節とも呼ばれますの変性と変形性関節症の形成につながる可能性があると考えられています。これが2つの変性状態が同時に見られることが非常に多い理由かもしれません。脊椎の変性変化の結果として椎間板と椎間関節が痛む場合、その状態は脊椎症と呼ばれることがよくあります。ただし、椎間板変性疾患と変形性関節症は異なる症状であり、別々に発生する可能性があります。患者は変形性椎間板関節症を伴わない椎間板変性症を患っている場合もあれば、椎間板変性症を伴わない椎間板変形性関節症を患っている場合もあります。変形性脊椎関節炎と関連して発生することが多く、痛みやその他の症状を引き起こす場合もあれば、引き起こさない場合もある椎間板変性のその他の解剖学的マーカーには次のものがあります。滑膜嚢胞および骨棘または骨棘。時間が経つと腰部の椎間関節の変性により滑膜嚢胞と呼ばれる液体で満たされた袋が形成されることがあります。これらの嚢胞はそれ自体良性ですが、脊柱管を圧迫すると脊柱管狭窄症の症状を引き起こす可能性があります。証明されてはいませんが、時間が経つにつれて椎間板の変性と少量の不安定性が組み合わさって骨棘が形成される可能性があると考えられています。骨棘が脊柱管に衝突すると、脊柱管狭窄症による痛みや症状が生じることがあります。骨棘は単なる変性の X 線マーカーであり、それ自体が痛みを伴うものではないことに注意してください。神経根を圧迫しない限り。脊椎の変形性関節症は股関節、膝、その他の関節の関節炎とは異なり、痛み、うずき、疲労感、硬直が椎間関節だけから発生するわけではありません。これらの症状は多くの場合、椎間板の変性と脊椎神経の抑制からもたらされます。実際の椎間関節の腫れは実証されていません。しかし、椎間関節の変性は椎間関節を囲む脊椎内の多くの解剖学的構造に影響を及ぼし、この状態には炎症性の要素があると考えられています。変形性関節症による痛みやこわばりを管理する鍵は、痛みの根本原因を正確に診断し、積極的に治療を開始することです。40歳を超えるほとんどの人には脊椎に変性の兆候が見られます。ただし、
これらの人々全員に痛みやその他の症状があるわけではありません。患者の痛みを正しく治療するには、まず患者の痛みの根本的な原因を特定することが重要です。例えば、患者には変性椎間板や骨棘があるかもしれませんが、患者の運動時の痛みの原因は椎間関節の変形性関節症です。この場合、変性椎間板や骨棘を治療する必要はなく、むしろ関節炎の椎間関節に起因する痛みを軽減することにのみ重点を置く必要があります。変形性関節症の症状を管理するための最善の事前治療は、ストレッチに重点を置いた積極的な運動プログラムです。股関節の筋肉、背中の関節、ハムストリングスを毎日ストレッチすることは、背骨の動きを維持するのに役立ちます。多くの患者はアクティブなヨガやピラティスプログラム、またはその他の穏やかな運動プログラムで気分が良くなります。関節を可動性に保つことは、健康を維持するのに役立ちます。脊椎関節炎は脊椎のどの部分でも発生する可能性があります。この記事では、頸部変形性関節症、または首の関節炎や他の領域の変形性関節症ではなく、特に腰部または腰椎の変形性関節症に焦点を当てています。